敬語とは主体とその相手やその話題中の人物との社会的関係と態度を表す言語表現である。ポライトネスを実現する手段の一つであり、競技には体系的に文法化されているものを指すが、広く継承などの語彙的表現を含む場合もある。日本語の敬語を含めた日常語は主従関係、親疎、内と外、自らが相手に持つ、 敬意感情あるいは親しさを自己表現したものである。この表現を誤ると聞き手にこの話し手は自分の地位を認めない無礼な人間だと思われることが起こりうる。一方で敬語によって相手との力関係や距離感を示すことは侮辱ともなりうる。過去の都である京都を中心に敬語が発達した。従来は父親をお父様と呼ぶような 上下関係における絶対性を位置づけた絶対敬語だった。とりわけ戦後の日本ではそうではなく、敬語ではなく、パパなどと呼ぶように、使用場面によって使い分けられる相対敬語へと変化した。敬語の使用には地域差があり、西日本では日常的に用いられるが、東日本では改まった場面に限られる傾向がある。 また21世紀に入りマニュアル敬語などに用いられ、おかしいとされる二重敬語、物への敬語の使用など、多様化している。従来、敬語とは、尊敬語、謙譲語、丁寧語からなるとされた。2007年の文化庁文化審議会の、敬語の指針は、謙譲語を愛と通の二種に分け、お茶のような、おや、語をつける、美化語を敬語だとみなした。一般には、 尊敬語と謙譲語だけが敬語だと認識されている。現代では、尊敬語と謙譲語よりも丁寧語が、前面に出てきた。英語での言語学では、オナリフィックは、会話の参加者の相対的な社会的地位を、書き直しする文法、または、形態統語形式で、言語の敬語は、継承とは異なり、形式フォーム、社会的距離、礼儀正しさポル。 謙虚さ HBL、敬意、または切字決まり文句、書く、人、または、数の変化といった完全に別の形式の選択を、通じて、敬意を伝えるための異ととなる、語彙項目である。敬意を表するシステムの重要な機能は、おなじみの形の、同じメッセージで敬意を表して伝えることができること。すなわち、スープは熱いのような何かを、名誉、または、 敬服を会話の参加者のうちの一人に授与する方法で述べることが可能である。敬語は一種の社会的自家示せの方法である。この場合、文脈の理解で話者の社会的地位は他の参加者、または傍観者に対して、その使用は不可欠なものを抱かせる。敬語には主に三つのタイプがあり、そのステータスが表されている個人に応じて、 次のように分類される宛先の敬語は、話している内容に関係なく、話されている人の社会的地位を表す。例えば、日本語は、話されている人のステータスレベルに応じて、家を表す3つの異なる単語がある。指示対象の敬語は、話されている人の状態を表している。このタイプの敬語では、敬語表現の指示対象とターゲットの両方が同じである。 これは多くのインドヨーロッパ言語に存在する TV の区別によって実証されており、話者と聞き手の相対的な社会的地位に基づいて異なるに認証代名詞が選択される。傍観者の敬語は会話の参加者ではなく近くにいる誰かのステータスを表している。これらは一般的ではないが主に先住民オーストラリアの義母の言語など回避スピーチで見られる。 そこでは、ギリ、または、他のタブーとされた親族の存在化でスピーチを変更する。4番目のタイプとして、スピーカー、シチュエーションの敬語は、参加者や傍観者のステータスではなく、会話が発生している状況と環境に関係してくる。古典的な例では大グロシアであり、より高い形式性が求められる状況では、言語の効果、または、 ハイフォームが使用され、よりカジュアルな状況では、言語の俗語、または、ローフォームが使用される。礼儀正しさは、文法やマークされた、語以外の手段、例えば単語選択の慣習または何を言って何を言わないかを選択することによって、示すことができる。礼儀正しさは使用域において一つの側面であり、使用域は特定の目的や、 対象者に向け特定の様々な言語を選択するといった意味において一般的な概念である。柴谷1994が分類したように敬語が表現する敬意の代償は少なくとも3つある。尊敬に対応する謙譲語を持つ言語もある。タイ語や朝鮮語、日本語の謙譲の一認証代名詞や動詞謙譲語などがある。 尊敬語と謙譲語は同時に用いられる場合もあり、この場合、動詞の主語と目的語が同時に敬意の対象となっている。継承の二認証代名詞は素材敬語であるとともに代謝敬語でもある。その他に以下のような聞き手に対する敬意を表す形式がある。話の聞こえる範囲にタブーの親族や上位者がいるときの表現。 義母語や義経語などが知られる。例えばオーストラリアのジルバル語には、異性の義理の親などタブーとされる親族のいるところで、使うスタイルが存在する。回避スピーチ、または義母の言葉と呼ばれ、この敬語システムでは傍観者の聞く敬語の最も一般的な例で、誰かのために解律または他の相対存在下での音声の異なる、 様々なスピーカースイッチとしての隕石ンタブーが存在する。これらの言語は通常、派生元の標準言語と同じ音韻論を呼び、文法構造を持っているが、標準言語よりも小さな語彙目録によって特徴付けられる。この種の回避のスピーチは、主に、ディルバルなどのオーストラリアアボリジニの言語で見られるが、ナバホを含むネイティブアメリカンの言語や、 ズールを含む番通語の言語でも見られる。ジルバル言語は、ジャンガイと呼ばれる特別な回避の話し方スタイルがあり、和者の義母がいる時に和者が使用する。この言語は、日常のスタイルと同じオンインロインと文法を持っているが、タブートされた親類がいる下では、ほぼ完全に異なる、ゴイソのセットを使用している。 この特殊な語彙集は日常スタイルよりも語彙素が少なく、通常、推的動詞ルートのみを利用しているのが、日常スタイルでは非同型の推的及び、非推的ルートだけを利用。こういった言葉を使用することにより、話しては、社会的関係の違いを示している。オーストラリアの伝統的なアボリジニの言語である、グーグイミディル語では、特別な回避語彙が、 タブーである義理の親がいる場合に敬意を表すために使用されている。言い換えれば、話しては義母と話すことを完全に禁止されるか、または義兄に回避言語を使用しなければならない。義理の言葉には通常のグーグーイミディルの言葉を置き換える特別な言葉が含まれており、話しては正規や身体行為への言及を示唆するような言葉を避けなければならない。 したがって、このギリの言葉は、ギリの兄弟とアシャとの差別的な社会的関係の指標となり、グーグイミディール社会の適切な社会的行動に反映されていく。例えば、タブーになるので目の体にタッチ触れたり、見たり、冗談を言ったり、彼らの前でカー,ターンをしたり、という言葉は避ける。モートロック語は、性別感の回避音声を使用している。モートロックの文化では、 男性だけが釣りに行くことを許可する方法や、女性が男性の前で姿勢を下げる方法など、反対の性別の人々とやり取りする場合に、多くの制限と、ルールがあり、回避の話し方はこれらの制限、規則の一つを示している。この性別を制限する語彙は、同じ性別の人と話すときにのみ使用でき、男性の場合、これは、カプセンリーファラング、 または調理室のスピーチと呼ばれることもある。様々な言語に共通して見られる敬語の方法は、合意や、行為者を直接に指示しないことである。日本語などでは複雑に体系化されているが、ヨーロッパ近代語では日本語ほど、体系的には使われていない。ヨーロッパ近代語に敬語があるかないかは、敬語の定義次第である。敬語を広く、人物間の上下関係や、 真相関係を反映した言語表現と定義すれば、ヨーロッパ近代語にも以下のような例がある。英語で丁寧な命令文にプリーズをつける例をはじめ、学校で生徒が、教師に、軍隊で兵士が、上官に対する応答の文末にさあ、メダームをつける例、に認証代名詞の継承が存在する。英語の二認証代名詞である言うも、もともとは継承であった。 英語話者が、家族であろうと親しい友人であろうと、常に本来継承であった言うのみを使うようになった。ために、言うが継承としての意味を失い、継承でないザウが忘れ去られるに至った。日本のような尊敬語、謙譲語とすると、英語にはない。新章であるザウは、キリスト教での神への呼びかけ、三文、説教。 あるいは方言的に親が子に対し、あるいは親しい者同士で用いる。ドイツ語で、キリスト教の神には、継承の随意ではなく心象の字を使うが、それは、身近な存在だからであると考えられる。この場合、親しみと尊敬は同居できる。対して、日本語の敬語は、親しみが減っている場合の表現でもある。ペルシャ語では、インドヨーロッパ言語としての代名詞といと、 ショーマ名前ショーマが実際に現代ペルシャ語であることを除いて T、V パターンに合う旧アベスタンペルシャ語の C バに由来する。バ、または V、e、は二人称シングルのより正式な形式として使用され、二人称複数形及び C にも単独で使用される。したがって C バという言葉は二人目の男性の独身の正式な形式を指すために使用され、 二人目の男性の複数型にも単独で使用されていた。西洋の言語ではフランス語のブー、イタリア語のレイ、ドイツ語のズイなど、それぞれ別の数、認証の代名詞を用いることにより、敬語を表す。敬語ではない友達言葉の場合はフランス語のツ、イタリア語のツ、ドイツ語のジュなどに認証単数型になる。別の代名詞を用いることにより、語尾の変化も、 その活用に準じる。英語では、概要でも述べられているようにかつてはに、認証単数型座という単語があり、それに対してのに認証複数型優があったが、現在はに認証にはすべて優を用いている。よって、語尾変化による継承と、友達言葉の際はないが、言い回しの変化や、直接的表現を避けることによる、丁寧語は存在する。つまり、 その場にふさわしい話し方をするには日本語のように、尊敬語、謙譲語、丁寧語などと分類してしまえるような単純化、形式化されたもので済ますわけにはいかず、抑揚や態度、話の運び方を含めた総合的な配慮が重要であり、マニュアル通りにというわけにはいかないので習得は容易ではない。現代英語など、格式と非公式が、レジスタ、単語の選択、 トーン、習字的戦略によって完全に反送されると、敬語スピーチの文法的なシステムを持っていない中世。英語では、一度に二人無単数代名詞の間で、新章を展示していた。あなた、ザウと二人複数の家、以降は優である。後者は現在、受け取り人の数の敬語として、あらゆる場面で使用される。あなたとそれに関連する形式は現在は使われなく、 なって古風なものとみなされるが、古風な音声レクリエーション等ではよく使用されている。また、特に、ヨークシャーの一部の地域、特に高齢者や農村部の人々の間で、英語の方言形式で生き残っている。あなたにはまだ農村部のニューファンドランドのような北、アメリカの東海岸の地域で使われているのを、見かけるという。ドイツ語は、随意が正式な、言うで、樹が非公式。 敬語のスピーチの一般的なシステムの一つは TV の区別である。二認証代名詞、つとボスをそれぞれ表す T 型と V 型という用語は、ブラウンとギルマンによって導入される。ラテン語のつは単数形の T 形式を指し、ラテン語のボスは V 形式を指す。V 形式は通常複数型で、つは非公式な表現で使用されるが、 対照的にボスは礼儀正しさと形式を表すために使用される。TV の区別は以下で象述するように、ペルシャ語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語を含む多くのインドヨーロッパ言語の特徴をなしている。ブラジル系ポルトガル語では代名詞、つおよびボセは、その使用が地域によって大きく異なることを除いて TV パターンにうまく適合している。 例えば、ブラジルのほとんどの地域では、ツアー使用されていないが、北部のマランハオ州と南部では、オーセニョールと直接アドレスに使用されている議院の参照である、文字通り、サーとマダムを意味せニョーラが活用される。これらのフォームは、非常にフォーマルな当局向け、顧客や長老たちへ、そうした手紙での時に、上向きで話す時など、正式な対応が求められる時、 必ず使用されている。ポーランド語は、日本語や韓国語と比較して、言語に組み込まれたより、単純な文法的及び語彙的な丁寧さが備わる。特定の動詞や、個人の代名詞の中で、文法的な敬語カテゴリを活用。つまり、この継承システムは、おなじみのと、礼儀正しいの二つの基本レベルに分かれている。パンナは、未婚の女性に使用される場合があり、 性には異なる設備字が使用されるが、ほとんどが時代遅れの手法であり、卑劣であるとみなされ、名のみを使用することもよく知られている。性だけを使用することは非常に稀であり、使用されるのは学校の生徒へや軍隊での故障の場合である。また、パン、パニを故障で性と一緒に使用することはかなり無礼なことである。住所書きでは、フォーム、プロシェンパナ、 パニが優先される。例のように、パン、パニはな、または、性のプレフィックスとして使用できる。典型的なお馴染みの対オン、オナを使用するよりも、フォーマルであるが、特に人民では、親しみやすさを意味する場合がある。最初の名前にプレフィックスを使用することは、ほとんどの場合、慣れ慣れしいと考えられ、失礼かもしれない。 二認証で、セット字付きの性を使用することは、依然として、失礼とみなされる。セットフレーズプロセパナを使用すると、注意を引くときに、プロセパニが好まれている。さらに、敬語にはより形式的な形式と、形式的でない形式という二つの異なる、部位形式があり、あまり形式的ではない形式は、より交互的であり、日常会話でより頻繁に使用される。 より高い敬語レベルには、窃当時のパン、またはパニとプロのタイトルを組み合わせた複合代名詞が含まれる。以下に、いくつかの例を示す、スピーカーが自分を謙虚にし、宛先をより高いランク、またはステータスにするため、これらの肩書きがより正式なものである。これらは、名前と共に使用することもできうるが、それは、非常に形式的であり。 直接の会話ではほとんど使用されない。一部の肩書きの場合、パン、パニをドロップすると、形式は落ちるが、それでも丁寧な物言いになる。蒸気とは異なり、これは、名前の前にも使用できうるが、二人称では滅多に使用されない。プロセパナミニストラなどのパン、パニフレーズは、あまり一般的ではないが、注意を喚起するためにも使用できる。フレーズに、 いくつかのタイトルをつけて、パン、パニをドロップすることもできるが、あまり一般的ではなく、不適切な場合もある。歴史的要因も、ポーランド語の敬語の使用を形作る上で、大きな役割を果たした。ポーランドの貴族の歴史は、ポーランドの礼儀正しさの主要な源泉であり、これは、敬語の男性マーク付き代名詞鍋が、主という古い言葉から、 どのように派生したかを説明できる。修道所または看護師など。看護師に話しかける場合、シアストラをパニに置き換えることは許容されるが、修道所に話すときは許容されない。同様に、司祭と話すときに、駆除図をパンに置き換えることは、受け入れられない。親密な T フォームは、子供、親、学生、兵士、若者の間で相互に使用される場合、 中立とされる時である。ロシア語を母国語とする人は、通常、非公式の任認,認証単数代名詞、または正式な形式をいつ使用するかを理解している。非公式であることの実践は、地クにいとして知られており、形式的で礼儀正しくなることの実践は、美見いいと呼ばれている。ロシアの貴族に対する言語と文化の影響により、B アドレスの起源は、 ローマ帝国とフランスから来たことが示唆されている。他の多くのヨーロッパ諸国では、年齢と社会的ランキングに関係なく、タイが最初に、任意の個人、またはことに対応するために使用されていた。その後、B を使用して、複数の人、またはことに完全に対応。後に、外国人と接触した後、に認証複数代名詞は別の機能を獲得した。 敬意と形式を示し、それは、貴族、つまりより高い社会的地位と権力を持つ人々に取り組むために使用された。もう一つの理論は、ロシアでは、皇帝はまず、複数の VY の引く体を採用したことを示唆している。皇帝は、国民の代表であるため、複数とみなされる。同様に、皇帝は、私と私の人々を表すために、 ボスを使用して自分自身に言及することができる。裁判所から中流階級と仮想階級はこの使用法を徐々に採用した。若い世代と民は最低限の教育で、しかし無礼を意味することなくタイを使用して互いに対処している。B アドレスに慣れている特定のロシア人はタイと B の形式を無教育で攻撃的で、 非文化的なものとして区別しない人を知覚するかもしれないがこれは、敬語はロシアの革新ではなかったという結論につながり、代わりに単数型と複数形の両方での B の使用は、ラテン語の歴史的及び政治的発展への露出によるものである。B の使用は、ロシア全域に急速には広まらなかった結果、B が世俗文学でより顕著になる18世紀まで、 使用法は一貫していなかった。中央メキシコの農村地域の散在するコミュニティで話されているナワトル語は社会的距離と敬意を表すために敬語のシステムを利用しており、メキシコのプエブラとトラスカラのマリンチェ火山地域で話されるナワトル方言の敬語は4つのレベルに分けられる。インティメートはサバディネーティングがレベル1、ニートラル、ソーシャリーディスタント、または リスペクトフルビトウィーンインティメイツがレベル2。ノーブル、またはレバレンシャルがレベル3。コンピドロス語、またはマキシマリーソーシャルディスタントがレベル4。レベル I は通常、非年齢の仲間や非親族によって使用され、リスナーと動詞の窃盗時、または設備時に関してマークされていないが、レベル2は動詞の窃盗時オンマイナスでマークされ、 親とちまて勘で使用される。一部のナフアトル語話者は一人のリスナーに対して、レベル I とレベル2を交互に切り替えることが観察されており、両方のレベルの使用は、ある程度の敬意を示すか、リスナーを従属させないと考えられている。レベル3は、説刀時オン、再起説刀時も、および、動詞の語換に基づく適切な水性設備時によって、マークされ、 レベル3の動詞は、継承設備実のアで、さらにマークすることができる。最後にレベル4は、通常、儀式的な親族関係を共有する、人々の間で使用される。レベル4は、プロクリティックマによってマークされ、レベル4のもう一つの重要な側面は、レベル I から、3のすべてが2認証形式を使用するのに対して、3人称で、リスナーに対応することであり、 この三人称形式を使用することにより、最大限の社会的距離が達成される。モートロック語は、主にミクロネシアのモートロック諸島で話される。オーストロネシア語でモールロックの文化には、サンウールと呼ばれる主張の階層があり、これらの主張や、地位の高い人に話すときは、敬意を伝えるために敬語を使用する必要がある。モートロック語では、 共通の言語と敬意のある言語の二つのレベルの会話しかない。地位の高い人と話すときは敬意を表する言語が使用されるが、同じまたはより低い地位の人と話すときは共通言語が使用される。敬意と一般的な言語の違いを示す一つの例は単語スリープで見ることができ、共通言語を使用した睡眠の言葉はマウアーであり、 敬意を表した言語を使用した、睡眠の言葉は、サイポッシュ敬意を表す言葉に加えて、会議や集会で使用されるチーロー、または、フェローと呼ばれる正式な挨拶がある。英語では、正式な挨拶の例として、こんばんは、お会いできて嬉しい、お元気ですか、などがあって、これらの正式な挨拶では、言葉だけでなく、ジェスチャーも使用しているが、テーロー、または、フェアロも、 言葉とジェスチャーの組み合わせで示す。英語では、このような正式な挨拶は、握手しながら、はじめましてというようなものである。発話レベルは、日本語で見られる敬語ほどには発達していないか、複雑ではないが、Java で、エチケットの複雑で微妙な側面の一つが見られる。エチケットは、話すだけでなく、英語と西洋のテーブルマナーの習得を加えることが、できる。 ウルフォウィッツによると、次のように意味をされているシステムは意味的に同等であるが、スタイル的に対照的な、正確にランク付けされた、またはスタイルコードされた、形態素のセットに基づいています重要なのは、人の所有物、属性、状態、行動を指す、敬語、敬語を含む語彙である。このことに対するジャワ人の認識は、次のように説明する。 ジャワ人の老人に関するエリントンの逸話によって、最もよく要約されている。ジャワ語のスピーチは階層化されており、3つのレベルは次の通り。クラマは、KR、メートル、と発音されます。これらのカテゴリーはすべて、年齢、ランク、親族関係、及び、親密さに従ってランク付けされる。和者が、受信者の年齢やランクについて、不確かな場合、 クラマインギルから始め、形式の最高レベルに応じて、音声階層を調整し、低いレベルに下げるがクラマは、通常、両親と、教師から学ばれ、ナゴコは、通常、若い年齢で仲間と交流することから学ぶ。ジャワの女性は、子供を含む、他の人の前で敬意を持って、夫に話しかけることが期待されている。このような発話パターンは、 アレンジされた結婚が顕著である地域や夫が妻よりもかなり年上である世帯内で特に顕著で夫は一般的にファーストネーム、ペット名またはヤンガーシブリングで妻に呼びかけるが妻は一般的に夫をニーとして呼びかける高層家庭の子供たちは父と母の両方にクラマインギルで話すことが期待されている社会層が下降するにつれて 特に両方の両親が働く必要がある。現代の労働者階級層の間ではほとんど存在しないという点まであまり強化されていない。この時点で祖父母は子供たちに正しい言語使用法を教育する役割を担う。女性は家庭内の言語と文化の管理者とみなされる。朝鮮語にも日本語と同様に尊敬語、謙譲語、丁寧語の三種類が 用言の文法範疇として存在する。韓国語の敬語会話は、主語への敬意、目的語への敬意、及び様々なスピーチレベルの混合で、これら3つの要因の使用方法に応じて、話者は、話者、主語及び聞き手の関係の様々な側面を強調する。韓国語の敬語は、名詞、形容詞、動詞に追加でき、継承形式の呼称も使用できる。 朝鮮語の代名詞は省略されたり、フォーマルな形式、親密な形式、または謙虚な形式で使用される。韓国語の7つの発話レベルは、その使用により礼儀正しさや、フォーマルさを聞き手に表現でき、それぞれに特有の動詞語尾がある。一般的に使用される6種類の発話体は、最低から最高まで次の通り普通体パンマル。 または親密体近親体、セミフォーマル、または非形体丁寧体フォーマル、または尊敬体。これらの6つのスピーチスタイルは、正式なスタイルと礼儀正しいスタイルが敬意を表し、残りが非敬意を表す継承レベルと非継承レベルに、時々分けられ、シュトラウスとウンによると、2つの敬語レベルは、比較的平等な親密でない大人の間で、典型的に使用される。 それに比べて、非敬語のスピーチレベルは、通常、親しい人、グループ内のメンバー、または、話し手から話し手の下向きの方向で使用される。要言の丁寧型があるのは、アルタイ語族的特徴である。アルタイ語族ではなくシナチベット語族に属し、孤立語である。中国語は、丁寧語は発達しておらず、です。ますに相当する、丁寧系の体系は存在しない。 しかし名詞における敬語が発達しており、尊敬表現としての、貴、御事、霊と健常表現としての、兵、つたななどの窃盗時がある。霊としては、帰省、帰化の絵、帰定、帰名、帰府、御と夫人、霊尊、霊道、吉郎、兵国、平券、平行士、切削、つたなみ、つたな夫、静ない、関石などがある。他には、帰省、 の、が正式な、有が非公式、務迎降臨の、降臨などがある。また、市場経済導入後の大陸において、何かを依頼する、働きかけるときに、してください、したいよりも、する、ことができますか、してもいいですかという丁寧なニュアンスを持たせるために、英語のキャンニュまたは、名愛、に相当する、脳不能、過不快を使った。 疑問文を用いることが多くなっている。浅田秀子は、神道のノリトから敬語が発生したという説を提唱しており、太古には神々を崇めるための特別な言語形式であり、神との距離を測ったものである。事実、古代の敬語は祭祀を行う天皇のみが用いてきたもので、ノリトに敬語の方がが見られる。絶対的な立場である神に対して、 絶対敬語として敬語が誕生し、従来は相手の身分に応じて敬語が用いられてきた。です、マスのような丁寧語は用いられておらず、この丁寧語は8世紀頃に誕生したとされる。拡大して天皇に対して敬語が適用されるようになり、身分制度における敬語の使用へも発達していった。尾花や子によれば、ノリとはイフの感情を表明するもので、 外の存在であり、また上の存在である神に対して、歌う、つまり訴えを行うものである。方策に対する感謝の気持ちを訴えたり、天地災害に対しては怒りを沈めるよう、あるいは病が癒えるよう、また、それが治れば、感謝を訴えた。敬語が使われる動機は、自らではなく神という、恐れ多い存在があり、恐れ多い絶対的かつ、 上位の存在である神に対して慎重に言葉を選ぶ必要があった。敬語の起源はタブーにあるとする近代地によるタブー起源説があるが疑問が提される。尊敬語は奈良時代には例があり西日本に多く東日本に少ない。丁寧語は平安時代に目が出てきた。中世には外の人に身内のことを説明するときに 身内を高める敬語を使った。つまり、年上の祖父に対して、普段敬語を使っているため、客にもその敬語のまま伝えるということであり、この用法は21世紀でも関西に残っている。後に、このような場合は、謙譲語によって減り下って説明するように変わった。江戸時代には、身分によって、また、同じ身分でも栄えている家柄に対して、敬語を使うようになり、 一方で、九州では、個人的な年齢差によって、年上には敬語を使うようになった。ですは、明治時代に、東京でよく使われるようになり、全国に普及した。現代の日本は、民主主義の社会、基本的人権のもとに平等な社会である。このような社会では、相互の尊重のために、敬語は一定の程度は有用である、あるいは敬語は生産すべきという、 根本的には両極に価値観が分かれる。またどのよう価値観を抱き表現するかは思想、良心の自由、表現の自由が憲法によって保障されている。敬語では親しみを表せないと信じている人もいればキャラ作りとしてため口を表現している芸能人まで様々である。絶対敬語は上下関係をもとにしているが現代の敬語は 相対敬語であり、自らの相手へのスタンスが同期となる。一般に、家庭内で、祖父や父に、敬語は使わないようになった。変動する、相対的な上下関係、真相、社会関係、状況、気持ち、恩恵関係などが絡んで用いられる。また、性別、内と外なども、要因となる。上位の存在に対して、敬語を用いているのは変わらない。 しかし、誰を上位だとみなしているのかは、個々の価値観に由来する。大勢に話すとき、また改まった場、あるいは依頼するとき、また身構えたときに敬語が用いられる傾向もある。敬語は、弱い立場への力関係を示したり、皮肉や冷たさも表現することも可能である。また、敬語は、距離感を保つための形式でもあるため、 中を深めることを拒否しているという意思表示ともなり、親しさを伝えるためには、敬語以外の表現が効果的である場合もある。言葉を丁寧にしても、態度が無礼で配慮がなければ因銀無礼と言われ、一方、言葉遣いが丁寧すぎるからといって変ではなく、自分の基準だけが正しいと思うことも良くない。男は辛い世のトラさんに出てくるような、 まだ生きて上がったかのような場当じみた挨拶でさえ、窮地の中では再会の喜びを表すことすらある。1952年には、国語審議会にて、これからの敬語が兼議された。封建時代からの習慣であるため民主主義では、敬語は生産すべきという説。一方で、民主主義では子を尊重する相互の尊敬が基盤となる。ため、ある程度は、 敬語が有用であるといった説があり、校舎を採用して、敬語の行き過ぎた形は今しめて、語用を正し、簡素にするということが話し合われることとなった。これまで敬語が上下関係から発達した点は、民主主義的に改め、また、女性の敬語や、微笑の使い過ぎ、商業における不当に相手を高める高い敬語や、逆に自らを下げる謙遜語は、 自他の人格的尊厳を見失うことがあるため、よく戒めるべきものと指摘された。しかし、簡素化された敬語が普及することはなく、レル型の敬語も推奨したが普及しなかった。また、相手を指すとき、あなたを、標準型とし、記念、記化などを置き換え、天は、様に置き換え、米のように男性が、を省くものは、女性でも省き、です。 マス体を基本とするが、親愛体としての、ョウを妨げるものではないともされた。身分、上下関係、目上かどうかと年齢を重視した、尊敬語と謙譲語が前に出た敬語であった。従来の敬語から、真相を考慮した、現代の敬語へと変質し、丁寧語が前にも出てくることとなった。そして、一般の認識では、敬語とは、尊敬語と謙譲語である。その後、 敬語の再検討に至るのは1993年以降である。その間に敬語の使用の低迷も招いており、2007年に敬語の指針が発表され、従来の3分類から美化語の追加などで5分類へと改められると、再び敬語に注目が集まった。この指針で、相互尊重による敬語という考えは継承された。この指針によれば、敬語は、 自分との関係を表現するものであり、コミュニケーションを円滑にし、人間関係を築くときに用い、また気持ちの表現手段であり、うやまい、改まった気持ちを表現するものだとされた。改定直後の2008年の中学校の教科書では、三分類が教えられていたなど、統一的ではなく、ある教科書では、敬意を示すときに使うとし、他の教科書では、 改まった気持ちを表すとか、人間関係に応じた言葉遣いだとされている。敬語の指針では、あなたについて解説されており、本来は、敬意の高い敬語だが、21世紀初頭では夫婦など、身内で親しみを込めて用いる場合を除いては、対等から、会のものに対して一般に使われており、中立的でやや冷たい響きでもあるとされる。十一世紀には、 過剰な丁寧語への変化が見られる。それまで敬語は相手との心理的距離を表していたが、自らの言葉遣いを示す側面も増えた。敬語の指針では、その場にいない人への敬語の使用は違和感が感じられる可能性があるとし、その場にいる聞き手だけを意識して使われるようになったという変化が取り込まれている。お召し上がりになるのような、召し上がるに、尾がついた二重敬語だが、 敬語の指針や、敬語の実用書でも推奨されるなど、広く認められた使い方になっており、アンケート調査でも、違和感を持つ人は1割程度である。敬語の指針では、こうした時代を経た、様々な変化が反映されている。語分類の背景には、言葉遣いをきれいにしようと単語に、をつける、美化語を、特に、東京近郊の女性が多用し出したことによって、 全国的に波及したことがある。同様に首都圏の女性では、尊敬語の用法が広がっており、過剰とされる二重、三重の敬語が使われる。敬語の変化を大規模調査してきた井上文夫によれば、五分類は、21世紀の東京の敬語を説明するには適するが、三分類で良いとしている。このように敬語だけに関わらず、日本語は流動しており、 敬語については敬意を示そうとしたという部分に注目し誤りにだと思う部分を寛容に受け止めることも大切となる。敬語は敬意を表現するものというのが主流の見解の一つであり、米を敬っていればお米と表現するため、これらの人々では和者の品位を表すためにお米と呼ぶ美化語は認めないという立場を取る。お花によれば敬語の形式を用いるのは 敬意からではなく、相手に対する距離感からである。敬語によって、適切な距離感を取れば、敬意を表することもできれば、敬語によって、不要に距離を取れば、侮辱ともなり得る。真素の祖言い換えれば、外の存在だとみなしている場合、警戒心から敬語を用いて、心的距離を置く場合もある。こうした、新たな研究領域からは、 待遇表現という用語でも呼ばれている。あるいは桜井によれば、現代の敬語は商業主義から成り立っており、客を上位として扱っていることに由来する。2007から2008年の3652人の調査では、50代までは90%以上が敬語を使い分けており、60代以上では約80%であった。 使い分けの男女差は使い分けていない人は男性の方が若干多い。2014年19から29歳の広島大学の学生44名を対象として聞き手がどの程度相手からの敬語使用を期待しているかを調査した結果によればいずれの場面においても公的な場面の方が私的な場面よりも敬語の使用が期待されるという傾向が見られた。 また、相手の属性に関しては、日本人に対する期待度が最も高く、外国人に対しては、日本人ほどには期待されていないことが明らかになった。日本語には、敬語、文字通り、尊重言語表示品種敬意が多くある。それらの使用は日本において、多くの社会的状況で必須であるが、日本語の敬語は、社会的距離や格差を強調したり、 社会的親密さや階級の類似性を強調するために使用される場合もある。このシステムは非常に広範で様々なレベルの敬意、謙虚、丁寧なスピーチを表現するための独自の特別な語彙と文法形式を備えており、韓国で使用されているような東アジアの文化圏で見られる他の敬語システムによく似ている。日本人は 敬語の構成を使用して、社会的ランク、社会的親密性、または、ランクの類似性を表示、または強調する。例えば、使用される代名詞の選択は、話す人と参照される人との間の、社会的関係を表す。敬語は、多くの場合、より直接的な、話よりも長く、時にははるかに長くなる。例えば、次のものがある。質問をするとき、 最初は友達同士で気軽に、二番目は正式な会議で上司に尋ねる部下、聞いていいいいですか日本語の予防の表現とコマンドには誰が誰に対処しているかに応じて多くの設定フォームがある。例えば、よろしくお願いしますというフレーズは、お願いしますという意味で様々な形を取ることができる。スケールの下部に来るは、 男性の友人同士で使われるかもしれないフレーズ。そのより丁寧なバリアントは、あまり馴染みのない人や上司に使用される礼儀正しい、フレーズは、同じことを意味するが、ビジネス設定で使用される丁寧な、しますを謙虚ないたしますに置き換えて、さらに進むことができる、新年のグリーティングカードで使用されるような非常に、形式的な日本語では、これは、 さらに丁寧な表現に置き換えられる場合がある。要求を行う場合は、丁寧スケールの下部に、シンプルなオーダーをしている。食べろ、または、食えは、食べるの意味で、設備時、んだは、食べるたすんだ、または、食うんだ、で、いいと、の順序をつけることができる。怒りを表現するために、設備時、やがるも存在する。食いやがれは、非常に、力強く怒りのある。 食事の指示であり、宛先に対する軽めのエンプトを表している。ネガティブな表現は、設備時、な、食べるな、ゴミを捨てるなを追加することによって形成される。同様に、なのねが、じゃないも使用できる。より丁寧であるが、それでも厳格なのは、動詞の i フォームに付随する、なさいという設備時である。これは丁寧な動詞、なさるに由来している。このように、 食べなさいは、おそらく親から子に与えられる命令である。これはしばしば交互的に、何に短縮されるため、食べなである。ただしこの形式には、文法的な否定ではない。要望の言葉は、動詞のて、形式に追加することでも形成できるが、最も明瞭フォームを、デフォームに、くれの動詞形、くれるの不規則な形を追加する。例えば、食べ、てくれや、く。 てくれは、食べろよりも力が弱い。それを、食べない、と組み合わせて、食べない、でくれ、または、食わない、でくれとなる。こうして、ネガティブの意は、負の、デフォームを使用して作られている。丁寧さを一つ挙げると、より丁寧な動詞、くださいが追加される。例えば、食べて、ください。この丁寧な形式では、荒い表現の動詞、食うは使用されそうにない。 同様に否定表現は、食べないで、ください。丁寧さの尺度に関しては、同様に丁寧な動詞の命令型を使用して行われている。例えば、召し上がるは、召し上がれになった時に、食べることの丁寧な動詞は設定された、フレーズ、いただきますに対する応答になる。さらに、より丁寧な形式も可能であり、これらは、って形式ではなく動詞の、 意形式と継承を伴う。単に礼儀正しさを向上させるだけでなく、この形式はより形式的であり、特定の人に向けられるのではなく、グループに対応するとき、または、一般的な指示として使用される。例えば使用の意味、使うが、くださいになった、これを使用してくださいがあるが、苦動詞の場合、お気をつけくださいのように、気をつけるから、単に動詞ではなく、 区全体の前に、敬語、をが表示される。くださるをそのマスの形で活用し、お使いくださいとなる命令を使用することで、礼儀正しさをさらに高めることができる。これの最も丁寧な形式は、おそらく you will probably not be to the favor of オナラブリー using this の意味、お使いになっていただきましたでしょうかという表現になる。ただし、 このような言い方はほとんど使用されない。礼儀正しさを向上させる他の方法は要求の関節を伴う形である。例としてこれを使うようにお願いします。一般に敬語尊敬語、謙譲語、丁寧語の三つに分類してきた。中学校では三分類で敬語の学習をしているほか状態、形態についても学習している。一方、 日本語学においてはさらに定調語、美化語を立てた語分類が多く使われている。2007年に文化庁の文化審議会は、敬語の指針を示し、尊敬語、謙譲語愛、謙譲語通、丁寧語、美化語の語分類へと改めた。この3及び語分類の違いは、敬語にはその性質上、話題中の人物を高める、素材敬語と、 話し手が対面している聞き手を高める代謝敬語があるが、語分類は従来の三分類をこの点で区別することで定義されたものである。また、丁寧語の一部である美化語は敬語からは外されることが多い。また、敬語の指針は、敬語は古代から現代に至る日本語の歴史の中で一貫して重要な役割を担い続けているとし、現代においても、 人と人との相互尊重の気持ちを基盤とした自己表現を表す意味において重要な役割を果たすとした。敬語の各タイプには独自の語彙と動詞の語尾がある。例えば動詞、do の標準形式はするである。この形は家族や親しい友人に適している。するの丁寧型はしますで、この形はほとんどの日常のやりとりに適している。 このような客の話、または、地位が高い人には、敬語なさると丁寧な形なさいますが使用される。自分自身の行動や、グループメンバーの行動に言及するときの謙譲語、いたすは、敬意を示す場合、いたしますが、礼儀正しい形で使用されている。これらの敬語と謙譲語は、指示対象に対する敬語である。従って、ますと共存可能である。丁寧語は、 です、デスマスの使用、および中立オブジェクトに対する、親子などの説当時の使用によって特徴付けられる。テレビの出演者は、よく丁寧な言葉を使用するが、これは、ほとんどの非日本人学習者に最初に教えられる、言語の形式である。丁寧な言葉は、自分自身や他の人の行動を指す場合も使用できる。尊敬語は、 上司や顧客について話すときに使用される特別な形式、または代替語で自分のことを話すのには使われない。例えば、日本の美容師などが客に席を取るように要求するとき、座れという意味で座ってくださいという。しかし、彼らは座っている自分自身を指すためにおかけにならないのではなく、動詞の座るを使用する。 言語の敬意を表するものは他の人に対してのみ使用できる。一般に敬意を表する言葉は地位の高い立場にある人々に向けられている。例えば、仕事で上司、または顧客などに話してが専門的な能力で行動していることも意味し、長い丁寧な表現が特徴である。敬語を受ける人が尊敬される人であるとき、一般的な動詞は、例えばなど、 より丁寧な代替動詞に置き換えられる。これらの変換のいくつかは一対一ではなく行く、来る、いるは、すべていらっしゃるになり、食べると、飲むは両方とも、召し上がるになる。動詞は敬意を表す形に変更されることもあり、敬意を表する一つの形式は、接頭時と丁寧な設備時を使用した動詞の変更で、例えば、読む、お読みになるのように、接頭時、 お体と設備字になるが、動詞の連用型に追加される。読まれるなどの助動詞、ひくれるも使用できる。また、名詞も敬意を表すために代用される。単語、人は敬意を表した言語では、方になる。したがって客は通常、人ではなく、方と呼ばれる。謙譲語は、自分、または、集団内の人の行動を、 ビジネスの顧客などの他の人に説明するときに使用され、謙譲語は他の人を助けるために自分の行動が起こっていることを暗示する傾向もある。謙譲語は動詞を他の形式に置き換える点で尊敬語に似ており、例えば、するはいたすになり、もらうはいただくになる。これら二つの動詞も、どういたしましてや、いただきますといった定形句などにも見られる。 敬語と同様に、動詞は、説当時と、する、または、いたすという動詞を追加することで形式を変更することもでき、例えば、持つは、大持ちしますになります。謙虚なフォームの使用は、他の人のために何かをすることを意味する場合がある。従って、日本人は、お持ちしますと言って、何か他のものを運ぶことを申し出るかもしれないという、このタイプの謙虚な形式は、 おうとしますを追加して、待たせるからのセットフレーズを待たせしました。すみませんでしたにも表示される。同様に、お願いします。でお、と、しますを追加して、再び、願うから、これを行う、してくださいなどや、さらに丁寧に言うと、持たせていただきたくは、文字通り、持ち運びが許されるという意味であるがこのフレーズは、お気にメスなら持ち運びますという考えを、 表現するために使用される。鉄道駅での一般的なフレーズ、電車が参りますのように、和社がエージェントではない場合、リスナーへの礼儀として同じ形式を使用することもできる。この場合、アナウンサー自身は到着していないが、単に丁寧であり、一部の言語学者はこれを謙譲語と区別し、代わりに定調語を礼儀正しい言語と呼び、 正式に次のように定義した、主題のすべての表現を通して、話者が聞き手に配慮を示す敬語。このカテゴリは、宮地博士によって、最初に提案されたが定調語は、宛先継承として、常に、丁寧語とともに使用される形、丁寧配列は一例として、移動の意味での行く、行きます、参りますがある。謙虚な言語では、グループ内の人々を指す場合、 名前の設備時は削除される。従って、日本語では、会社の経営者は、私は、社長の具試験であり、これは、CEO の、庭ですと言って、自己紹介とチームを紹介するが、敬意を表す言葉と同様に、名詞も変更し、人は、ものになる。この謙虚バージョンは、自分自身、または会社などのグループのメンバーを指すときに使用される。 話題中の動作や、状態の主体が話者よりも上位である場合に使われる。動詞、助動詞、形容詞の語形変化を指すが、名詞の語彙を変えることも、尊敬語に含む場合がある。動詞の語形変化には、以下のような方法がある。形容詞、形容動詞の語形変化には、語の前に、を、語をつける。人名には後に、様、三、天、陛下、先生、先輩、 各下、社長、部長など、継承や職会をつける。名詞には前に、お、ご、ご、み、み,みこと、き、たまなどをつける。通常大と言葉には、お、漢語には、ごをつけることが多い。お、ごの二つは、美化語としても用いられる。みいこはつけられる名詞が決まっており、造語力が低い。尊敬語はその昔、階級によりその用い方が決められていたものがある。 今日においても、皇室天畔などや慣習によって、天皇、皇族についてのみ用いられる。ただ日常では滅多に使われない。宝御なども単に、死去や、お亡くなりになるなどと表現することもある。話題中の動作の客体が、話題中の動作の主体よりも上位である場合に、使われる。そのため、健常語は、話題中に二人以上の人物が登場しなければ、ならない。 動作の主体を剣吸い方であり、主体イコール話しての場合には、自分が減り下ることになる。癒しめるという意味ではないが、自分が知りくことで相手に敬意を表す意図があるため、会話においては因紀無礼であるという印象を与えることがある。動作の客体となる人物は、聞き手でも、第三者でもよく動作の主体は話して聞き手、第三者の誰でもよいが、 会話の場にいない人物への敬語が使われなくなってきたため動作の客体が聞きて動作の主体が話してである場合が多くなっているやるの謙譲語のあげるのように謙譲の意味が薄れているまたは食うの謙譲語食べるのように謙譲の意味がほぼ消滅した語もある謙譲語は客体を高める語である古文では天皇皇族や 貴族の動作に謙譲語がついた例もある。語形変化には以下のような方法がある。向かう先のある名詞に関しては、窃盗語を語をつけた形も謙譲語として用いられる。これらは同じ語形で、尊敬語とも謙譲語ともなる。聞き手が話し手よりも上位であることを表す語彙を言う。必ず、マスを伴うことが特徴である。また話し手は、 話題中の動作種であるか動作種と同じグループに属する。この種の敬語は一般に謙譲語と呼ばれてきたが、ここでは謙譲語と区別して特に定調語と呼ぶこととする。定調語は基本的には自分側のことを述べる場合に使い、特に相手側や立てるべき人物の行為については使えないのに対し、丁寧語は 自分側のことに限らず、広く様々な内容を述べるのに使えることである。また、定調語は、丁寧語よりも改まった、定調な表現である。語形変化には、以下のような方法がある。名詞に関しては、規則的に定調語を生成することができないが、下記のような例がある。なお、物を送る際に、つまらないものと称することが日本語独特の表現の、 ように言われることがあるが英語でも、this is my little gift to you のように自らの贈り物について謙遜する表現は存在する。話や文章の相手に対して丁寧に述べるもの。講義として聞き手に対する配慮を表す、もろもろの語を含める場合があるが、文法的に語末に使われる現代語の、です、ます、ございます、古語の、はべり、ソーラウなどを指す。 丁寧さを添える、です、まっすで終わる文体を、形体、普通の、だや動詞、形容詞の終始型で終わる文体を状態と呼ぶ。丁寧を表す、語形変化は、以下の通りであるが文法カテゴリーに応じて、語彙を変える場合があり、文法的には、丁寧語というよりも丁寧体として分析される。美化する、窃盗辞をおよび語をマイナスは、 お湯やお茶などの特定の単語によく使用される。美化語とは使用者の言葉遣いをきれいにするもので、尊敬語や謙譲語とは違い、誰かを高くするものではない。文法的に見て、敬語とは言えないが、聞き手に対する配慮を示しているということで敬語に、準じるものとしたり丁寧語に分類することもある。名詞には、親、語をつけたり、語彙を変えたりして作られる。原則として、 語は、和語につけ、語は、漢語につける。説当時、お、および、語は、名詞および一部の文脈では動詞に適用される、継承説当時である。一般に語が先行する、中日単語をガネーティブの日本語の単語に先行する。ただし、ちゃ、お茶、ちゃお茶、ちゃ、体を気遣う大事、お大事にお大事に、電話、があったことを電話お電話、稽古、お稽古お稽古。 ゆっくりにつけるごゆっくりごゆっくりのように多くの例外を含む。ここで主語は明らかに中国起源ではなく、これらの窃盗時は二つの目的に使用される。見知らぬ人、または社会的上司の家族、持ち物、または行動について敬意を持って話すまたは、敬語は一般的に生成、または丁寧な方法で話す。 これらの敬語の説当時はしばしばオナラブル、名誉あるとして英語に翻訳されるが、翻訳では扱いにくく、日本語での使用の本当の感覚を伝えることができない。これらの説当時は、本質的に翻訳不可能であるが、その使用は、名前が付けられた、アイテム、または話している、相手の人に対する敬意を表している。短い翻訳では、親愛なるの例で、 お子さんを、あなたの愛する子に、ちょっとしたお茶はいかがですかを、あなたはお茶のスポットいかがですかといった、同様の感情として寛容的に変換した、英語表現を利用する。敬語の形式やタイトルと同様に、敬語の説当時は、社会的上司に言及したり話したりする場合、通常、自分自身や、自分の行動や所有物、グループ、または、 上司の行動や所有物について話す場合に使用される。例えば、レストランで自分の注文を参照するときは、注文を使用するが、顧客の注文を参照するときは、レストランのスタッフは、ご注文を使用する。同様に、ご家族は、あなたの家族を意味しながら、私の家族を意味する。誰が誰と話しているかに関係なく、頻繁にまたは常に、 これらのプレフィックスを使用する単語がある。これらは、茶や米など、特定の文化的意味を持つ、可能性のある、普通のアイテムであることもよくある。飯という表現は、ご飯という日本語と同等であるが、ラフで、男性的な言葉と見られている。継承からは特定のアイテムを参照するために、ホットタオルを絞りおよびライスボールを表すおにぎり、おむすびなど、が、 動詞について、連用型から名詞になることもある。稀に、基本形式と敬語の両方が異なる読みで、使用されていることもある。顕著な例には、恵みを意味するベネフィット、プロフィットを表す、利益に語をつけると、ご利益となる、など。利益の読みは時々使われるが、一方で、ご利益は使われない。前者は、日常的な用語であり、 通常の観音読みを使用するが、後者は専門的な宗教用語である古い観音読みを使用する。敬語の説刀時は他のアイテム、おそらくはコミック、または皮肉な効果に使用される。敬語の説刀時の乱用は気取った状態とみなされる可能性もある。作動ではお水、お湯、お茶碗など、 一般的な材料と道具は常に敬意を表してお、または語をつける。ただし、これらの用語は日常生活でもよく聞かれる。外国釈用語ではほとんど敬語を活用しないが、行いによっては、親語をつけるのが好ましいと思われている。例としては、レストランで時々聞こえる、おビール、スーパーマーケットやデパートでよく聞こえる、おカード、および、おソースなど。動詞、 むしろ敬意を要求するまたは、コマンドのためのアドレス指定マスのマイナスステム、続いご使用して形成されていても良い元を、くださいによって、丁寧に導く。中国語の動詞の場合、説当時は、通常語と発音されるが、ネイティブの日本語の動詞の場合、説当時は音発音される。これは一般にカナで書かれているが、最も一般的に使用されている使用法は、 ご注意くださいで、これは、日本アナウンスなどで使用されている。他に、お座りくださいなど、他の動詞との組み合わせで頻繁に使用される。敬語の説当時は、上司について話すときに、敬語の動詞でも使用できるが、この場合を、マスステム、になる適切に協約の意、大返り、になりましたなどがある。おからは、 戦前の日本で女性の名の継承として一般的に使用され、特に子などの一般的な設備時の削除と組み合わせて使用された。例えば、花子は大花と呼ばれ、春見大春になり、雪は大雪など。これはさんほど礼儀正しくはないが、例えば、菊子という女性の使用人は菊子さんではなくを菊と呼ばれる。この使用法は、 現在の日本語ではなくなり、秋子が秋ちゃんというように、小さい設備子ちゃんを代わりに使用することで置き換えられた。このほかほとんどの神々と天皇に関連する言葉で使用されている季節トオミからと魚名。しかし、それはしばしば神に置き換えられ、この文脈ではついでさらに語でおみこしとして添加することができる。読みが曖昧な場合があるが、例えば、 おたまやは、みたまや、または、おおたまやと発音される場合がある。みマイナスと発音される場合、窃盗時は、通常、漢字で書かれるが、場合によっては、ひらがなで書かれるのもあり、顕著な例として、みほとけは、誤った読み方、合物との混乱を避けるために、部分的にみほとけ、と書かれたりする。一般に、敬語の窃盗時は中間にはない。 敬語が真ん中にある、加護言語は、ほとんどの場合削除される。例えば、t の O をつけた場合はお茶、ご茶お茶であるが、バーリー t 麦茶に、おをつけて、麦ご茶麦お茶とは言わず、麦茶麦茶である。ただし例外もあり、北西ゲートを表す、関門のうち、皇居の北西ゲートを表すのには、関、古門ということに注意。に、は、特にに、ごと。 名語など、敬語設備字として活用がなされる。文字の語は特に、他の読みを持ってより、音と読ませる音者や魚と読ませる魚 EN などがあるが、しかし、これらは、日常的ではない。別の説当時、音潜在的にひらがなで書かれた時ごと混同、また愛情的な意味合いを持っているが別の用語と見ても、日常的ではないやをおからと読ませるのは、以前には、 女性の名前のための愛情表現のために使用されていたが、今日では、アタフク、アカメといった形で頻繁に使われているオタフク、オカメは、ひらがな形式のオタフク、オカメと間違われることもある。あの字は、かなり頻繁に発音され、特に音節アウムの A などのサンスクリット語の単語や名前で使用されるため、この使用法に馴染みがなく、混乱の可能性が生じる。 あるケースでは、見え形象プレフィックス、味噌汁はすなわち大名付けという丁寧用語で使用されても良いが、通常味噌汁は、次のような複数の方法で、漢字が綴られている場合がある。午後語汁だけでなく、お味を汁味イコール味、風味など、午後ご綴りを考慮することができる当て字に、パニング語と味の両方を読み取る味を有している。おになる、れる。 られる、おからする、ますのようにいろいろな語に適用できる、一般的な語形ではなく、特定の語形が用いられる動詞と、その特定形の一覧を示す。ただし特定型に限定されず一般型を使える場合も多いことから、三省堂ウェブディクショナリーの一覧表において、一般型が挙げられず特定型のみ示されているケースを、太字で示す。 敬語以外の待遇表現も、話題中の人物に関する素材待遇表現と、聞き手に対する、対社待遇表現に分けられる。素材待遇表現には、存在語、侮別語がある。対社待遇表現は、丁寧語である、です、マスをつけない、存在な語を用いることで、聞き手が同等あるいは回であることが表現される。また、特に聞き手を卑下し、 罵倒する表現をひ馬語として分類することがある。英語には様々な使用域があるが、その形式性と礼儀正しさのレベルは日本語ほど正式ではなく、明確に定義されていない。しかし、日本語スピーチの感覚を身につける上で有益であり、英語も非常に鈍いものから非常に間接的で手の込んだものまである。同様に単語の使用方法を変更すると、 Do you know, 知っていますかではなく are you familiar with, or are you acquainted with, あなたは精通していますかといった表現などもある。または知っているではなくご存知という感覚のような伝え方もいくつかある。英語では、ゲルマン語の語は一般に平易であり、フランス語からの語は、一般的に華やいだものが多く、ラテン語からの語はより形式的で、 技術的である。同様に、日本語では、日本語起源の単語はより簡潔であり、中国起源の単語はより形式的であり、厳格なルールではないが、グラデーションの雰囲気を与える。ハンブル言語は、現代英語ではあまり一般的ではないが、ゲストが、私はここにあることが幸せですまたは、私はここにいることを嬉しく思いますではなく、私は、 ここにいることを光栄に思いますと言って、また、以前はより形式的で謙虚だった、誠実などの様々な価値観において、私は、さあ、あなたの最も謙虚で従順な僕などの形で、いくつかの状況で使い分ける。コンビニエンスストアや、ファーストフードレストランでは、若く、パートタイムである、従業員に、口頭で顧客とやり取りすることを、 取扱説明的に厳密に規定された方法を教えることもある。これらの音声形式はマニュアル敬語、またはバイト敬語として知られている。この種の敬語には従来の使用法に関して文法上を誤っているか、もしくは少なくとも非標準とみなされるのもある。一般的な例、こちら、うどんになりますがある。うどんです。うどんでございますの代わり、 このバイト敬語の形式は多くの場合、なるは敬語として扱われているが、うどんが何かになってはいないので、より一般的に表現としては間違っている。部別語現在、各地方特有の敬語は共通語の敬語に置き換えられたり、階層社会の変化によって使われなくなったり、有力な地域の方言の敬語が周辺地域に影響を及ぼしたりするなど、 様々な変化を起こしている。場面に応じた使い分けで方言と共通語の敬語が共存している地域もあり、例えば、近畿地方では、高い敬意を表す尊敬語、なはる、をやすや丁寧語、だす、おます、どす、おすは、共通語の敬語に押されて衰退したが、砕けた場面でも多用される、軽い尊敬語、はるは、 共通語の敬語に置き換えられないため、依然広く用いられている。日本語の敬語の運用には、地域差がある。大まかには、東日本では、急上下町など、特定の地域、階層を中心に敬語が発達し、改まった場面に限って用いることが多いのに対し、西日本では、幅広い地域、階層で敬語が発達し、改まった場面だけでなく、砕けた場面でも、 日常的に用いる。福島県から静岡県にかけての太平洋側や紀伊半島南部、伊豆諸島などは敬語はあまり用いない無敬語地域であるが、東京周辺だけは敬語が発達していて言語島を成している。これは中世から近世にかけて上方から江戸に敬語が移入されたためであり、現在でもおさむございます。ありませんなどにその名残が見られる。 東京を含め現代の多くの方言では、絶対敬語から相対敬語へと移行しているが、近畿地方などでは絶対敬語の傾向が残っており、身内敬語も盛んである。琉球語でも敬語表現が発達している。沖縄方言における敬語もしくは、謙譲語的表現の例として、四族階級における姉妹という意味のうないが、海ない、兄弟という意味の息が、 海切りになるなどの故障の語形変化が挙げられる。日本語では謙譲語と尊敬語とを正しく使い分けることにより、話して聞き手が動作の主体、客体なのか、それとも客体、主体なのかが区別されて表現される。食物や食器は2文字のものに対して添えられる場合が、ほとんど。他にナスを、おナスというが、一方で、人参は、お人参とは言わない。 文部科学省学術用語集、言語学編ハット柴谷1994、キーボート、アンナ、リスペクト、グラマティカルフィーチャーズ、7ジャニュアリー2008、AB の上文夫 2017A、ピアニッシモ1415、コムリー、ベルナール、リングイスティックポライトネスワックス、スピーカー、アドレッシー、スピーカーレフェレント、スピーカー大スタンダー、 プラグマティックスマイクロフィッシュ 1A3B1 ファンヤン2007プラグマティックスオックスフォードユニバーシティープレス P164 ツノダタサク2005ランゲージエンデンジャーメントアンドランゲージリバイタリゼーションワルターデ・グラウター P97 ハットディクソンロバート MW1994 アーガティビティケンブリッジユニバーシティープレス P19 フォーリー ウィリアム、1997、アントロポロジカル・リングイスティクス、アン・トロダクション、ブラック・オエル、ピアニッシモ、3278お団子、エマーソン・ロペス、アフ・ファングニー、ジョイント・ゲザー、エー・モルフォー・フェネミック。アナリシス・オブ・ポゼッシブ・サフィックス・パラダイムズ・アンド、エー・ディスコース、ベースド・エスノグラフィー・オブ・ザ・エリシテーション・セッショニン・パキン。 ルークーナシュモールラキーズ、https コロンスラッシュスラッシュサーチドットプロ QUEST c o m スラッシュ DOCVIEW スラッシュ1714372047宇賀地正とも、英語誌開拓者、2000年、174ページ。井上文雄 2017A、ピアニッシュも、233234カリベツネヨシ、新章のザウと継承のお湯。 英語におけるに認証代名詞の歴史について、新潟大学英文学開始、第28巻、1999年7月、1から15ページ、冥土1100億29万9961。ABC 浅田秀子、日本語にはどうして敬語が多いのアリス巻、1997年。フォーリー。 ウィリアム、ラングエージソーシャルポジション、アントロポロジカル・リングイスティクス、アンイントロダクション、305-333、ブラックウェル・パブリッシング、ハッシュチャ、ロームアルド、ポライトネス・イン・ポーランド、フロム、タイトル・マナイア・ツー・グラマティカライズド・オナリフィックス、ポライトネス・イン・ヨーロッパ、218-233、ポポフ、 ホール、オン・ザ・オリジン・オブ・ロシアン・ビーアズ、A ・フォーム・オブ・ポライト・アドレス、ザ・スロビック・アンド・イースト・ヨーロピアン・ジャーナル29,330-337ハット・ヒル、JH& ケネス・ C ・ヒル、1978、オナリフィック・ユー,セージインモダン・ナワタル、ザ・エクスプレッション・オブ・ソーシャル・ディスタンス・アンド・リスペクト・イン。 ザナワタルオブザモリンチェボルケーノエリア、https コロンスラッシュスラッシュ www.jstor.org ステーブルスラッシュ p d f p l u s スラッシュ4 1 3 0 0 1 p d f l a n g u a g e v o l u m e g o 4 n u ナンバー1ピアニッシモ 125130142abcd を団子エマーソンロペスアフファングニー ジョイントゲザー、A, Morphophonemic Analysis of Possessive Suffix, Paradigms and A d i s c o u r s e Based Ethnography of the e acking, l ies, i s t a t i o n Session in Puckin, Lucuna Schmall l u k y s h t t p s s e a r c h p r o q u e s t c o m d o c v i e w 1 7 1 4 3 7 2 0 4 7 James Joseph w a r 1998シフチングランゲージズインタラクションアイデンティティインジャバニーズインドネシアイニシュー19オブ・スタディーズインザ・ソーシャルカルチュラル・ファウンデーションズオブ・ランゲージケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス1998 ISBN 0-521634482 ISBN 9780521634489-216ページーズ8488アリング 10JJ1988 ストラクチャースタイルインジャバニーズ、エーセミオティックビューオブリングイスティックエチケットユニバーシティオブペンシルベニアプレス11クンチャラニングラット1985ジャバニーズカルチャーオックスフォードユニバーシティプレス 1985 ISBN0 から19から58万 2542X550 ページーズハットティームイゴルドエディター2002コンパニオンエンサイクロペディアオブアントロポロジテイラーフランシス2002 ISBN04152860428828839 兆7804億1528万6046 ワードキーラー、killer, 1984ジャバニーズ、エーカルチュラルアプローチ、イシュー69オブペーパーズインインターナショナルスタディーズサウスイースト、アジアシリーズ、オハイオユニバーシティセンター4インターナショナルスタディーズ、1984 ISBN 0から896801217 ISBN 9780896801219 515 ページーズ・ハット・ダー・チャオ・イジョジョ、ソエンジョナンバー、オナリフィックス・イン、ジェネラティブ・セマンティックス、AK ス・イン・ジャバニーズ、リルク・ジャーナル4、86-97、ハット・ジェームズ・ヨゼフ・ア・リング・テン、1998、シフチング・ランゲージーズ、インタラクションアイデンティティ・イン・ジャバニーズ、インドネシアイニシュー19、 of studies in the social and cultural foundations of language.Cambridge University Press 1998 ISBN 0-521634482 ISBN 9780521634489 216ページ図8488アリング10 JJ1988 Structure and Style in Japanese A Semiotic View of Linguistic Etiquette University of Pennsylvania Press Hatt Scotton CM1988 Code Switching as Indexical of Social Negotiations In, Emhella Code Switching Anthropological and Social Linguistic Perspectives Berlin ムートン・デ・グラウター、ティム・イ・ゴルド・エディター、2002、コンパニオン・エンサイクロペディア・オブ・アントロポロジ・テイラー、アンド・フランシス、2002、ISBN0415286042、884、899兆7804億1528万6046、ヒルドレッド・オギーツ、1961、ザ・ジャバニーズ・ファミリー、 A Study of Kinship and Socialization Vol.2 of Series on Contemporary Japanese Life Free Press of Glenco 1961 176 Pages 19 147 152 ABCD i k s o p and S. Robert Ramsey 2000 The Korean Language State University of New York Press p i a n i s s i m o 224 250 二百五十三二百六十三 i s b n 零から7 9 1四4 8 3 1 2ストススーザンジョン・オウン二千五インデックスカリティオナリフィックスピーチレベルチョイスインコリアンリングイスティクス六百十三六百十四一瞬千六百十三から三百九十六 x ハットニーハオで使われるに認証のの敬語型がなおニーハオという挨拶は 英語の how are you? に由来し、米中、日中の国交回復以前には常用されていない。a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v o ばなやすこ、現代日本語における敬語の起源の形跡。言語と文化。第21号。2018年3月。 45から60ページ、ネー1200億646万2552、ABCDEF、e、の上文を 2017A、ピアニッシモ、2、166-167、ABCDE の上文を 2017A、ピアニッシモ16 4, 16、164-165、ABCDEFG 文化審議会、敬語の指針文化庁、2007年2月2日、A、 B5 語敬語の問題第1期国語審議会 AB 井上文雄 2017A ピアニッシモ217218井上文雄 2017AP144ABC 大安地他社の敬語仕様に関する意識調査日本語母語話者を対象として日本語日本文化研修プログラム研修レポート集29期巻広島大学国際センター 2014年10月30日、190から207ページ。AB 文化審議会国語文化会。分かり合うための言語コミュニケーション。文化庁。2018年7月15日閲覧。井上文夫 2017A、P207ABCDEFG コー千鶴子、文化審議会の答申と、敬語教育。 広崎大学教育学部企業第99号、2008年3月、1から7ページ、ネ土1200億91万7283。これからの稽古第1期国語審議会、井上文夫 2017A、ピアニッシモ、15、59、井上文夫2017ビット、P40、井上文夫2017ビット、ピアニッシモ、25、26、AB、 平成17年度、国語に関する世論調査の結果について、文化庁、2018年7月15日閲覧、k 語論考辻村1992、Language Change in East Asia、トーマス e ーマコーリー、l i e P51 辻村1992、ピアニッシモ、1 7 3 1 7 4十四マコーリー、i e P67、フットノート126、 動作の言葉これからの敬語、これからの敬語1952年 AB カバヤ、披露し、敬語コミュニケーション、朝倉書店、55ページ。元気2、シャプター19にギビングリスペクトフルアドバイス。P140 元気2、シャプター191ギビングリスペクトフルアドバイス。p 1 3 8 1 4 3項、言葉の世界基本語から引く尊敬語、謙譲語。 丁寧語賛成をウェブディクショナリー、田中一式、言葉、言葉、言葉、こちら、になります。放送研究と、調査2016年10月号、P103、NHK 放送文化研究所、2016、AB 科筆者が以下ページ数まで提示しているが、正確にどの部分の参考文献としたかは、不明、宮地博明、方言敬語の動向、 小林隆史、篠崎孝一、大西拓一郎編、方言の現在明治書院、1996年、第4章283から296ページ ISBN4 から625420970。ありがとうございます。